こんにちは、食事処さくらです。このチャンネルはいつものご飯がちょっと美味しくなるような料理教室をテーマに活動しています。今日はいつもの焼きそばをひと手間で最高の一品へ昇格させました。一度食べると付属のタレには戻れないほどやみつきになるので、ぜひ試してみてくださいね。それでは早速いきます。まずは合わせ調味料からです。耐熱の器を用意して、ここに鰹節を1パック、2.5g から 3g ほどのパックを使いますよ。これを器に入れたら、600ワットのレンジで1分チンして水分を飛ばしてパウダー状にします。これはタレに加えるので、このままだと混ぜにくいし、食べた時の口当たりも気になります。なのでチンができたらしっかり手ですりつぶしてパウダー状にしていきますよ。鰹節がパウダー状になれば OK です。鰹節が全体の旨味の底上げになるんでね、大事な調味料になるんですよ。ここにそのまま調味料を入れていきます。ウスターソース大さじ2、オイスターソース大さじ1、酒大さじ2、醤油小さじ1、酢大さじ1/2。これで味を引き締めます。砂糖小さじ1/2。これを軽く混ぜたら、これでソースの完成です。これだけでびっくりするほどコクのある美味しい焼きそばになるんでね、ソースは一旦置いておきます。それでは食材の準備に移ります。まずはキャベツの下処理です。今日は水洗いした 200g のキャベツを使います。キャベツは物によって同じ4分の1でも全然重さが違うんでね、グラムを目安に準備してください。キャベツは外側からペロッて剥がして、一口サイズになるように手でちぎっていきましょう。これぐらいざっくり一口サイズになればいい感じです。手でちぎれば今日まな板包丁使わずに切っちゃうんでね。最後に硬い芯のところが残ります。一番硬い付け根のところは筋っぽいので無理に食べなくて大丈夫です。食べれそうなところは火が入りやすいよう手で小さくポキッておきましょう。全部ちぎれたらここでポイント。キャベツに味が馴染みやすくなるように手でギュッと揉み込みます。揉み込むことでキャベツの表面にデコボコができて味が絡みやすくなるんでね、数回ギュッギュッとキャベツを揉み込んでください。これでキャベツの準備は OK です。キャベツも出番まで一旦置いておきます。次は豚肉の下処理です。今日は油もコク出しに使いたいので、バラ肉を 150g 使います。今回は切り落とし肉を買ってきたので、一枚一枚小さくカットする必要がないです。もしお肉が大きい時はキッチンバサミを使ってカットして大丈夫ですよ。もちろん包丁でも大丈夫なんでね、やりやすい方で一口サイズにカットしてください。それでは最後に今日使う焼きそば麺の紹介です。今日使う麺はこちら。メーカーなど特にこだわりはないんですけど、唯一こだわってるのがここ太麺ってことです。焼きそばは大好きでたくさん食べてきましたが、やっぱり私は太麺の焼きそばが食べ応えもあって好きなんです。細麺だと麺が細いので調味料の味強く感じるんですね。太麺の方が調味料と絡めた時に麺の味やコシも楽しめるので私は好きなんですよ。もちろんよく売ってる細麺でも同じ分量で作れます。これはお好みなんでね、細麺が好きな方は細麺を使ってください。もし太麺が売ってない時はこんな感じの中太麺のちゃんぽん麺や、太麺って書いてあるソース付きの焼きそばを買っても OK です。そうすると付属のソースは使いませんが、捨てずに取っておいて買い物に行きたくないよっていう時にご飯と卵と一緒に炒めればソースチャーハンになるんでね、ぜひ太麺の焼きそばが美味しいので試してみてください。それでは今日使う焼きそば2人前をレンジで2分ほどチンします。麺はくっつかないように表面を油でコーティングしてあります。そのままだと冷蔵庫で冷えて油が固まってるので無理にほぐすと麺が切れちゃうんです。なのでレンジで温めて油を溶かして先にほぐしておくのが大事なんですよ。今日盛り付けるお皿で麺をほぐせば洗い物増えずに済むんでね。温まった麺は皿に移して炒めやすいようにしっかりほぐしておきましょう。これで全部の食材の準備ができましたので早速調理していきます。フライパンを中火にかけて温めます。今日はしっかり焼いた風味もつけたいので終始中火でいきますよ。油が温まったら豚バラ肉から炒めます。
このお肉を入れてた器また使うので洗わず残しておいてくださいね。ここに下味用の塩一つまみ、一つまみは人差し指、中指、親指の3本の指でつまんだ量です。お肉と塩を入れたらほぐしながら炒めていきましょう。バラ肉は焼きすぎると硬くなっちゃうのでさっと色が変わる程度で大丈夫です。お肉の色が変わってきたらここで火を止めて、お肉が入っていた器に油を切りながらお肉を戻してください。お肉をこのまま食べるなら生肉が入っていた器に戻すと食中毒の可能性があるので絶対にダメですが、この後もう一度さっと炒めるので大丈夫なんですよ。このお肉から出たラードを使ってキャベツを炒めていきます。お肉の脂身の量が多くて思ったよりも脂が多くなった時はペーパーで軽く拭き取って油の量を調節してください。今回は少し追加してもう一度中火にかけてからキャベツを炒めていきます。キャベツが入ったら火の通りが良くなるようにさっと全体に油を絡めていきましょう。油を絡めると熱伝導が良くなるので最初にしっかり絡めてくださいね。油が絡んだら下味用の塩一つまみ、下味をつけないと味がぼけやすくなるのでソースを濃くしないと美味しく感じなくなっちゃうんです。なので下味は大事なんですよ。キャベツは少し色が透き通ってほんのり柔らかくなるぐらいまで炒めます。キャベツのボールも後で使うのでそのまま置いてってくださいね。炒めすぎるとべちゃっとなるので思ったより手前で引き上げて大丈夫です。生でも食べれるんでね、気軽に行きましょう。キャベツはこれぐらいで OK です。余熱もあるので気持ち手前で引き上げると甘みも素材の美味しさも残っていい感じになりますよ。そしたら最後もう一度中火にかけてからまた油を加えて、温まったら麺を加えてしっかり広げてから動かさずそのまま麺に焼き目をつけます。表面は焼き目がついてカリッとして麺の中はもちもちに、これが美味しい焼きそばの基本になります。しばらく焼いてると見てください、こんな感じに美味しそうな焼き目がついてきます。いい感じに焼き色がついたら全体をひっくり返して反対側も同じように焼き色をつけていきましょう。今回油を多めに使ってますが油も旨味になるのでしっかり使ってくださいね。両側に焼き色がついたらキャベツとお肉も戻してさっと旨味を麺になじませます。さっとなじませたら麺全体にかかるようにソースをかけて麺にソースを吸わせるように絡めていきましょう。麺をチンしたり焼き目をつけることで麺の水分が抜けて少しパサついています。そこで抜けてしまった水分を戻すように水分たっぷりのソースを麺に吸わせることで麺がもちっとして水分が抜けてる分味もなじみやすくなってます。しっかり水分を抜いてからソースを絡めることでべちゃっとすることなく最高の焼きそばに昇格しますよ。水分も少なくなってきてソースが少し焦げてくるような香ばしい香りがしてくればいい感じです。これでお店の味に昇格させた基本の焼きそばの完成です。何十回も焼きそばを食べてようやく大好きな味にたどり着きましたよ。それでは盛り付けていきます。今日のポイントは太麺の焼きそば麺を使うこと。麺にしっかり焼き目をつけて水分を抜いてから仕上げに旨味の含んだ水分を加えることです。トッピングにはお好みで目玉焼きを添えてください。これだけでよりお店感が増しますし、トッピングがあると味が単調にならないので食べ飽きないんです。あとは紅生姜と忘れちゃいけないのが黒胡椒。胡椒は立派なスパイスになるんでね。風味を残すように一番最後に加えて青のりも風味付けにパラパラ。あとはこれが意外に美味しいのでぜひ試してみてください。味のアクセントになって本当にうまいです。桜に騙されたと思って試してみてください。今回具材はキャベツと豚肉だけとすごいシンプルですが、お好みでちくわや人参、玉ねぎなんかに変えても大丈夫ですよ。それではいただきます。麺とソースがしっかり馴染んでてしょっぱくないけどコクがある、そんな焼きそばになってますよ。うまー。ぜひ味変で豆板醤使ってみてください。こってりすぎず焼きそばにコクと風味が加わって
ちょっとピリッとしますが、これもアクセントになってすごく美味しいんです。軽く混ぜて食べてくださいね。季節の変わり目、皆さん風邪ひかないように気をつけてくださいね。ちなみに私はちょっと今風邪気味で鼻声なんです。ちょっと聞き取りにくいところがあったらすいません。皆さんも季節の変わり目乗り切りましょう。それでは今日もいただきました、グーです。それではまたお会いしましょう。食事処さくらでした。シンプルだけど一生使える基本の焼きそば、一手間でお店の味になるので、ぜひ試してみてください。バイバーイ。